おっさん2です。皆様お久しぶりです。マレーシア来てね、3週間弱ぐらいですかね。明日で3週間か。経ちました。ちょっと近況報告全くしてなかったんで、メンバーシップの方のライブはやったんですけど、こうやってね、全体公開の一般公開の方ではこれに触れることは初めてだと思うんですけども、最初の2週間はね、もうちょっとめちゃくちゃ忙しくて、まあね、ちょっとね、こっちでちょっと新しいことをいろいろチャレンジしてまして、なので全く練習行く機会なかったんですけど、こっち来た初日に一回練習場ちょっと寄ってもらって打ったぐらいで、一応ゴルフクラブ持ってきたものの、なかなか行く機会なくて、なんとか時間作って今日来ました。はい、ここはね、トロピカーナ、ゴルフクラブ、ゴルフクラブ的なそんな名前のゴルフ場です。のドライビングレンジですね。マレーシアでは単体の練習場ってものがあんまないんですよ。ゴルフ場のゴルフドライビングレンジに練習しに行くっていう感じなんですね、どこも。街中にゴルフ場がたくさんあるんで、普通ね、日本だったら1時間1時間半かけて山の方行くじゃないですか。もう街中にゴルフ場があるんですよ、いっぱい。そこの練習場に行くっていうのがどうやら一般的らしいです。はい、だからここも、トロピカーナゴルフクラブみたいな、そんな名前だ、ちょっとよくわかんないんですけど、そこの練習場に来ましたね。はい、なんか受付みたいのが日本みたいでなくて、いきなり打席に行くんですよ。で、変なおじさんが、あ、もう変なおじさんじゃないですね。変なじゃない。なんかお兄さんが、100球持ってきてくれるんですよ。で、あそこの前のところにガラガラガラってやってくれて、15つってなんか、15リンギット。今1リンギット34円ぐらいなんで、まあ、500円ぐらいですかね、をこうペイで払うと、それがね、練習場のシステムになります。ここのゴルフ練習場はなんかトロピカーナっていう、そのなんかこうエリアみたいのがあって、あの奥に見えてる、ね、マンションコンドミニアムもこのエリア内なんですけど、このエリアに入るのに2階検問があるんですよ。僕あのここまでこうタクシーというか、まあ、いわゆるグラブというものに乗ってきたんですけども、タクシーみたいなやつで、アメリカ版のウーバーのタクシーみたいな、アメリカで思い出したんですけど、今度ねこのマレーシアで米ツアー、アメリカの女子のツアーがね、どうやらやるらしいと。しかもこの近くで、それこそウーバーじゃない、それこそグラブで、多分1000円ぐらいで行けんじゃないかな。メイバンク選手権。メイバンクってマレーシアの銀行かな、よく見るんですよね、あのロゴ。去年もやったん で、今年もどうやらやるらしいと。で、僕それ見に行こうと思います。近くなんで、どうせなんで。ネリー・コルダとかね、それこそ、ね、日本人選手も、まあ多分出るんじゃないかなと、ちょっとねそれね行こうと思います。あれ、それ何の話だったっけ。あ、そうそうそう、グラブっすね。グラブはアプリで呼んで、で その場で会計されてて、こうチャック開いてるんですよこれね、家帰って気づいてですね、こうチャック開いてるんですよ、うん、そのグラブというねものに乗ってきたんですけども、あ、今ねこの素振り分かりますかね。これね、クラブは立てて腕は横にっていうね、あのワッホーさんが最近やってることを、僕はほぼ同時期からこれ取り入れてます。僕はクラブを立てて腕は、横にみたいな、そんなことをなんかやってるじゃないですか。厳密に言うと僕の方が早いんですよ、多分、うん、厳密に言うと。でもあんまりそれ言うとあれなんで、ほぼ同時期に、僕も今これを意識してやってます、ここ半年ぐらい。はい、
厳密に言うと僕の方が多分早いんですけどね、まあ、ちょっと言った言わないになるんで、もうこの話はこの辺にしといて、2箇所県もあるんですよ、ここに来るのに。で1箇所目がもう何しに来たんだみたいな感じで、いや そんな言い方はしないですよ。あのマレーシアの人たちめちゃくちゃ優しいですよ。まずそもそももう道ですれ違ったりエレベーターで会ったりする人全員挨拶しますよ、ニコッとして、はいハローっつってね、うん、俺英語全く喋れないんですけどあのちなみに今あの職場であの日本人も僕だけなんで全く英語喋れないけど頑張って喋ってますわ、はい、これねちょっとしたら俺英語ペラペラになって日本帰ります。はい、まあ、そんなせいで何の話だったっけ、そう検問検問最初で、あの何しに来たんだみたいになって、ここのエリアがなんか高級住宅街みたいになってて、ここまで来るのにその検問行ってその何しに来るんだっつって、で俺タクシーみたいに乗ってきてるから、タクシーの運転手が、あの彼があのなんかあの、ドライビングレーンに行くんだみたいな、でなんか通行許可証みたいななんかもらってんだ、でそこにね、マシンガン持ったおじさんいるんですよ、おじさんじゃなくて警備員がマシンガン持ってんですよ。で次の検問で今度免許証提示させられるんですよ、俺のじゃないですよ、あの運転手の。だから俺がね、変な話、俺ただのあのゴルフしに来たおじさんなんですけど、俺がその犯罪者だったとしても、俺の免許証じゃなくて運転手の免許証で通るんで、これ意味あんのかなと思って、この検問とは思いましたね、はい、そんなことはまあいいんですけど、久々にね練習行ったらね下手になってましたよ。下手になってだけじゃないな、なんか足がグラグラっすね、あのねなんかフィニッシュで止まれないというか、地に足がついてないというか、たまたま天性の才能でまっすぐ飛ばしてますけど、もう足グラグラでしたね。もうそれこそ2、3週間ぶりに、握ったんで、ねえ、マレーシアの近況を話そうと思ったんですけど、ちょっと時間があんまないんであんま話せないんですけど、一番僕マレーシアで感じたこと話します。じゃあ、はい、あのね、人が優しいとかねいろいろあるんですけど、一番感じたこと話します。はい、それはね道です。はい、日本の道路ってすげえなってやっぱ思いましたよ。はい、いやマレーシアのいいとこ話せって思うんですけど、ちょっとそれは後々話すんで、まずは日本のいいとこ言わせてください。はい、日本の道ってやっぱすげえなって思いましたね。国土交通省さん、やっぱすげえなって思いましたね。いやちょっと口で説明できるかな、なんか図に書いて説明したいんだけど、例えば A 地点から B 地点に行くときに日本はだいたいそっちの方向を進めるんですよ。これ説明しにくいなこれ。いやじゃあ例えば A 地点から B 地点、これ説明しにくいぞこれ。 A 地点から B 地点に行くときにもう見えている、ちょっとここが高台で見えている、あそこに行くってなった時にまっすぐ行けないんですよこれね。徒歩でも要はもう道がなんつうのかな、道がないわけじゃない、もちろんそこそこ栄えてるんで。つまり日本はあそこ行こうと思った時に、あ左折して右折しようって思うじゃないですか。左折して右折して左折したら着くなとかね。でも左折しようと思ってもさせてくれない、右折しようと思ってもさせてくれない。分かりづらいなこれ。要はね信号があまりないんですよ。これ説明しにくい、やめるこの話は。説明しにくいんで、はい、今度ねこの道についてだけもう1時間話します、ホワイトボードで。そうしないとこれ分かんない、説明これ伝わんないです。これはあ、これドライバーですね。こっちに来るちょっ
と前に俺 QI10 買ったんですよ。これ言ったかな、多分言ってないですね、公には。言ってないかな、言ったかな、ちょっとそれすら覚えてない、それすらわけわかんなくなっている。うん、 QI10 を買いました。しかもなんかブラックエディションみたいな、オールブラックのカラーですね。はい、でね、ラウンドは2回ぐらいやったんですけど、めちゃくちゃいいですね。やっぱり結局やっぱりテーラーかなって思いましたね。はい、うん、ちょっとね弾道低いです。はい、この今撮ってる時が弾道低かったですね。はい、ちょっと久々だったんで。はい、でも9度にしたんですよ。久々じゃないかな、9度にしたの。もう10年ぶりぐらいかもしれないですね。9度打たせてもらって、それでもなんか全然球上がってたんで、あ、じゃあ9度でいいかなと思って9度にしました。で、本番もいい感じですね、これは。はい、なんかマレーシアあるあるあったかな、なんか話そうと思ったことあったんですけど、なんかいい、ちょっと忘れちゃいましたね。それでね、今度ね、ちょっとゴルフとは関係ないんですけども、こっちでバッシュとボール買って、ゴールある公園自分で見つけて、で現地の連中とちょっとバスケしてこようかなと、バスケして交流深めてこようかなと、そんな風に思ってます。